俺も今日外出るから暑いの怖いな。いや、風呂入ってるとか入ってないとか関係ないんだよ、臭いのは。人が多くて暑くて汗をかいたら、ね、汗をかいてる人が数千人集まったら臭いんだよ、それは。しかも、うん、しょうがない。香水もみんなつけてるからさ、香水の匂いとかそこそ混ざって、山手線と一緒なんだよ満員電車の時のね。あ、じゃあお風呂入んなくていいか。入っても入んなくても臭いからまあいいんじゃない。そうだよね、入んないでいこう。なんならもう臭さに慣れておくために自分がもう臭くなって鼻慣れさしといてなんで入ってたやつとか皆さん、歯だけじゃなくて体も平らになっちゃう歯はもう平らじゃないクロちゃんみたいになっちゃった。平らじゃない、クロちゃんだろ今みたいになっちゃったって。他に何を意識して今言ったの。しかもちょっと似てるし顔顔顔なんだよね